じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の指数関数丸4不等式編をお送りします。で、これで指数関数最後です。で、前回ね方程式やったんですけど、今回は不等式を5問やっていきます。なのでできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。おっしゃ、行くか。で、基本的にこの不等式に関しても方程式と方針は変わらないです。ほぼ同じ。ただ1点だけ気をつけるところがあるだけです。では1番からね行きましょう。で、まず2の x 乗マイナス32、大なり0ですね。で、基本的にはこういう形に持ってきます。なんとかの x 乗。前回はイコールでしたけど、これは小なりイコールなんとかみたいな。だから、この32に右辺に持っていきます。で、2の x 乗、大なり。で、32なんですけど、これも方程式と同じで、手を揃えてください。今、こっちが2だから、この32も、2のほにゃらら5、なんだ、ほにゃらら乗にしたいの。で、32っていうのは2の5乗だから、こうでしょ。で、前回方程式の時は、手が揃えば、じゃあ肩のところで同じでいいよ、だったんですけど、これも同じです。今、肩が x と5です。で、大なりだから、そのまんま落とす。x 大なり5以上ですっていう。これだけ。ただ、注意がさっき1個あるって言ったんですけど、それは2番を解いた時に言います。まずここもね、肩を比べるんだと思ってください。で、次がこうなってる。括弧3分の1の x マイナス1乗、小なりイコール27分の1です。で、これはもうね、あと左辺は変える必要がないので、まあ、右辺だけ変形すると、3分の1に手を揃えたいので、ちょっとここに書こうか。27分の1は3分の1の3乗になります。ね、3分の1の3乗。よっしゃ、3分の1揃ったぜ。じゃあ肩で比べようってことで、x マイナス1。で、こっち3でしょ。ただ、ここで注意です。この問題、小なりイコール、向きが変わります。大なりイコールに。で、ここだけ、ポイントは。これは、手がポイントで、手がね、前も出てきましたけど、まあ、手 A としようか。0から1の時はこの向きが変わります。でもこっちは2だったんで、だから定が1より大きかったでしょの時は変わらない。でも定が0から1の時は向きが変わると。で、あとは x もね、左辺だけにしたいんで、マイナス1が邪魔だと、君は右に行きなさいってことで移行して、x 大なりイコール4と。ね、これで OK です。で、このままいきましょう。じゃあ次ね。で、4分の1の x 乗、小なりイコール2の x プラス2乗です。で、これはどっちに揃えてもいいです。4分の1、じゃね、2分の1に揃えてもいいし、2でもいいんですけど、ま、2のが楽かな、俺は。なので、こっちは変えないんですが、こっちを変えに行きます。で、これ、4分の1って、2のマイナス2乗ね。まず、2の2乗で4じゃんか。それが、こう、ひっくり返ってるから、マイナスをつけなきゃいけない。だから、2のマイナス2乗になります。4分の1は。で、それに x 乗、つまり、こういう状態になってる。で、ここってのは掛け算ができるから、つまり、左辺は、2のマイナス 2x 乗になる。変形するとね。で、定が2と2で揃ったんで、そのまま落としてあげる。で、今回は定が2だから、向きを変える必要がないので、こういう風にしてください。で、あとは移行してね、解けばいいから、x 持ってきて、マイナス 3x。で、2、で、両辺マイナス3で割ればいいから、x。で、マイナスで処理するんで、向きが変わると。マイナス3分の2。ちょっとマイナスがあれかな。あんま変わってなかったね。ね、これで OK となります。続か右ね。結構空いてたな、まだな。で、まあ下2つですよね。ちょっと難しくなるパターン。
で、まずこれが16の x 乗マイナス3、4の x 乗マイナス4、ダイナリーイコール0です。で、これは前回の方程式の4番、5番と同じで置きます、文字で。で、何を置くかっていうと、今回ここが4の x 乗を使ってる。で、たまにこれを2の 2x 乗って変える人がいるんだけど、そんなことしなくていいからね。で、ここが4の x 乗で、こいつも4の x 乗で置けます。で、どう置けるかっていうと、これ変形すると4の x 乗の2乗です、こいつ。で、どう考えるか、16が4の2乗だよね。16はつまり最初は4の2乗の x 乗なんです。いい？で、さっきあそこでやったように、ここ掛け算するから 2x 乗だし、ここってどうせ掛けるんだから別に入れ替えて OK なんだよ。かけるんだもん。同じになるからどうせ。だからこう変形ができます。つまりこれを先に見越して4の x 乗、また t を使いますけど俺はね、4の x 乗をイコール t と置いてやっていきます。で、指数なので必ず t は正になる。これ忘れずに言いましょう。で、あとは置き換えるだけ。4の x 乗が t なので、これ t の2乗になります。最初 t の2乗で、ここはマイナス3で t だもんね、そのままだから t マイナス4ダイナリーイコール0。はい、因数分解すればいいから、マイナス4とプラス1と、こうやってね、これ下ギリか、もう1個いけそうだね。で、解くとこっちの向きにも気をつけて、でね、普通に解いてもいいんだけど、これ実は t が正って分かってるんで、こっち側の括弧って絶対正なんだよね。 t が正だからさ、プラス1しても絶対正でしょ。つまりこっちが正って分かってるから、かけて2つね、かけて0より大きくなる、まあ0以上になるためにはこっちも正にならなきゃいけないんだよね。こっちが正だから、かけて正だからさ、負になっちゃうと、かけたら負になるからね。つまり今それだけ分かってれば、こっちが正だけを取り出して t-4 が正で、かけて0になってもいいから、こっちイコール入ります。で、今こっち無視してこれだけでいいよっていう状態になる。で、 t のとこに戻してあげる、4の x 乗を。で、戻すと4の x 乗で、マイナス4ちょっと右辺に持っていくよ、持っていくからこうなります。で、t も揃ってる、ここ1乗だし、だから上の問題と同じだよね。あとね、 t が4、1より大きいから向きは変わらずに、肩だけ比べてこれで OK になります。で、さっきと地味にさらっと言っちゃいましたけど、地味に間違いやすいのがイコール抜かないでね。でも、もう一回言うと、ここかけてこいつとこいつをかけて0以上なんです。いいね。で、こいつはもう正になるって分かって、0にならないからね、0にならないから、こいつが0にならないとかけて0にならないんだよ。だからこっちは正だし、もちろん0にもなんなきゃいけないから、まあ0になれるから、だからここにイコールが入るという感じで考えてください。そして次ですね。で、次はさっきより分かりやすいのは、両方3分の1を使ってるので、あ、これを置くんだな、分かりやすいね、分かります、結構。で、まず置いてしまおうか。ちょっとね、ここ書きたいんで、こっち書くよ。3分の1の x 乗、まあこれを t と置きます。で、 t が別に3分の1だろうと絶対に正なので、これは、まあ、これは変わらない。で、まあ、ポイントはここです。これをどう変形するか。で、これ 2x-1 乗でしょ。足し算ってことは 2x 乗と-1 乗をかけてる状態なんです。だから書き直すと、こいつね、この変形よく使うから慣れてください。3分の1の -1 乗かける3分の1の 2x 乗、これ同じです。かけたらここの肩の数字は足すんです。だからこれに戻るから。で、ポイント、3分の1のマイナス1乗、マイナス1乗ってことはひっくり返る。つまりこいつ
3と同じなの。いい？で、分かれば3分の1の 2x 乗 t を使えば t の2乗です。さっきと同じように考えるとね、 t の2乗なので、だからこの部分は 3t2 乗になります。ここね、3がいてこいつが t2 乗だから。で、あとはそのまんまプラス5でしょ。で、これそのまま置けるから t マイナス2小なり0と、まあ、ここにたどり着けるかだね、最初。で、こっちはたすきがけ使っていきましょう。 3t と t プラス2かとマイナス1でいくと、で、さっきと同じの使おうかね。これまたこっち t プラス2、これ正です。なぜなら t が0より大きいから、0ね、 t 何入れようと絶対正になると。つまり今回かけて負になんなきゃいけないから、こっち側が負になる必要があります。マイナス2で、イコールは入らないです。イコールがないからね。ってことで 3t マイナス1が負で、もう t 戻して、まあ、1ね、あっちやっちゃうと t を戻すと3分の1の x 乗小なり、ちょっと暗算でごめんね、1を持ってきて3で割ってるから、こっち3分の1になってます。で、一応書くと1乗だよね。で、最後ここね、解くときに t が3分の1です。ここでやりましたけど0から1なので、 t がだから肩から下ろすときに向きが変わります。こうやって、これたまに3分の1で置き換えてるんで、ここで向き変えるパターンがいるんだけど、そうじゃなくてラストで変えてください、処理するのはね。といった感じになります。いいかな。では今回は高校数学数2の指数関数4不等式編をお送りしました。今回もね、ここで見ていただいて本当にありがとうございました。で、さっき、最初にもね、言ったように指数関数、これで最後です。で、次回から対数が始まりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。